えっと、自民党の若手議員連盟日本の未来を考える勉強会と保守系グループの日本の尊厳と国益を守る会が30日合同で記者会見を開きました今後両グループ合わせて100人を超える消費税減税勢力として新型コロナウイルスへの経済対策に消費税減税を盛り込むよう政府へ訴えていくことを明らかにしました 会見をノーカットでご覧くださいただいまより議員連盟日本の未来を考える勉強会と日本の尊厳と国益を守る会の合同によります記者会見を始めさせていただきたいと存じます本日の司会は守る会事務局長であります私衆議院議員高木慶でございますどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは最初に え緊急声明の発表をお両会の代表からお願い申し上げたいと思います、えー、最初に守る会の青山代表からお願いいたします皆様おはようございますマイク大丈夫でしょうかは織ってないですねこれもついてるんですけど大丈夫、えー、では読み上げます消費税減税に向けての緊急声明令和2年3月30日呼びかけ人衆議院議員 安藤博参議院議員青山茂春新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策の策定にあたっては消費税の減税を盛り込むよう強く求める具体的には以下の方策などが考えられる1消費税率を10%から5%へと大幅に引き下げること 2, 2消費税は当分の間 軽減税率を0%とし、全品目軽減税率を適用すること、消費税法の停止でもか、景気の致命的加工、あるいは強慌を食い止めるため、消費税の減税は欠かせないものである、今般の経済対策の策定までに、自由民主党内で上記の方策などについて議論することを強く要請する。以上です 以上が消費税減税に向けての緊急声明の発表でございましたそれでは引き続きまして両会からこの度のこの記者会見にあたって会の提言の趣旨について説明をお願いしたいと思います最初に議員連盟日本の未来を考える勉強会代表衆議院議員安藤宏先生からお願い申し上げます、はい、皆さん朝早くからありがとうございます えー、ただいま緊急声明呼び上げさせていただきました私どものこの日本の未来を考える勉強会からは今日三3種類の資料をお配りをしておりますお手元に確認をしていただきたいと思いますけれどもまず3月11日に提出をしました令和の強行回避のための30兆円規模の補正予算編成に関する提言という A3 の一枚ものの紙ですそれから次に 提言への一般的な疑問に対する考え方というこの A4 の一枚ものの紙がございます。それからもう一つこの派手な えー、これはうちのこの考え方をもとに木内事務所で作っていただいたんですけれども、この派手なですね、えー、この資料があります。この3つの資料を配布をしております。けれども、まあ、これらに基づいて少し説明をしたいと思います、えー、私どもの勉強会ではですね、えー、まず、3月11日にこの令和の強行回避のための30兆円規模の補正詳細編成に関する提言を取りまとめて。 えー、3月11日に岸田政調会長と西村大臣、それから翌12日には二階幹事長の方に提出をしてまいりました、えー、この中には、ですね、えー、費用者に対しては十分な休業保障をするとともに、事業者、特に中小企業および小規模事業者には、失われたあらりを100%保障する施策を講ずること、もう,う緊急融資では不十分だと。 いうことを提言をしております。そして安心して休めるということはですね、有効な貿易対策にもなるということで提言しています。これはあの K1 の事例でも非常に明らかになったようにですね、この休業保障が十分でないと。 強硬的にあのような行事をやらなくてはいけない事業者というものが存在をします、そうすると、せっかくコロナを抑えつけようと、みんなで抑えようと言っているところに、ですねお金の心配があるのでやらざるを得ないという状況になってきますから、このあらり保障というのは、私は非常に大事だと思っています。そして、ですねこの3番目に書いてありますように、消費税、これは当面ゼロということで、我々は要望をしてまいりました。そしてこの消費税を下げるべきだという議論はですね この今回のこのコロナでコロナ対策とし,として消費税減税をするべきだという議論がされているというふうに一般には理解をされておりますけれども我々の考え方は少し違いますそもそも昨年10月に消費税を増税してから経済は非常に低迷しています。 10から12月の GDP 先般修正下方修正されまして年率でマイナス7.1%という衝撃的な数字でしたそこにコロナのショックが襲いかかってくるわけです我々はこの消費税を減税をするというのはコロナ対策以前に 壊れかけてている日本のの経済の土台を立て直すために必要だとそういうい意味でこの提言をして、いますそしてさらに加えればですね、我々の勉強会では、もともとずっと消費税は5%にするべきだと、で、8に上がった後もですね、5%に減税をするべきだということで提言をしてまいりました。しかし、今回は0で提言しています。これはなぜかというと、今回のコロナショックというのが、非常に強大な、 マイナスの影響を日本経済および世界経済に及ぼしているからですしたがって5%ではとても小さすぎる我々は今回は思い切ってゼロにしてです、ね、日本経済を立て直す土台をもう一度しっかりと作るべきだその意味でゼトにしていますそれともう一つはです、ね、ゼロにした方がいろいろな処理が簡単に早く行えるということです 小売業等に関しては、ですね、まあ、今、レジの交換等をしていただきましたけれども、このレジの活用によって、えすぐにでも、もう今日からでも0、ゼロに対応できるという焦点というものは、数多く存在すると思います。もちろん 対応できない業種もございます、特に運輸業とかです、ね、えー、そういうところは、すぐには対応できないと思いますから、そういうところは少し時間がかかるとは思いますけれども、しかし、諸々のことを考えると5、5%にするよりもゼロにする方が、事務処理としては非常に簡単であると、我々は考えています、そしてこの消費税を下げるとです、ね、えー、買い控えが起きるのではないか。 こういう懸念がよく言われていますけれども、これはです、ね、その通りだと思います、会議会は発生すると思いますが、しかし今、この自粛の期間の間は、ね、い控会はそれほど心配することないだろうと、むしろ今から準備をして、できるだけ早いうちに。 我々の提言では、6月から実施をするべきだと書いておりますけれども、まあ、どんなに急いでも6月まではかかるかなとは思いますが、この自粛が続いている間に、この準備をしっかりと進めて、このコロナが収まった頃には、ですねこの減税でさまざまな経済活動が実行できるような、そういう体制を作るべきだということで提言をしています。 でいますそれぞれの立場で、えー、とにかくこの減税をすることがまず第一だということで結集をして本日のこの記者会見を開催をさせていただきました私からはとりあえず以上でございますありがとうございますえ引き続きまして日本の尊厳と国益を守る会代表参議院議員青山茂先生から説明をお願いいたしますはい、皆さん朝早くからありがとうございます 安藤さんの説明をお受けする形でこちらからもお話をいたしますまず、消費減税ということそして大幅な減税であるということは一致していますけれども今、安藤さんがおっしゃったとおり勉強会の0%と守る会の5%その違いをあえて残したままそして2つの会の統合もしないでその上で減税勢力という新しい概念を打ち出して 両会を合わせますと大体百十数人になるんですけれども実はその中に重複の議員もいらっしゃいますしそれから減税反対という方もいらっしゃいますでその違いを全部残したまま大まかに言えばざっと100人以上の減税勢力が今日この場で生まれたわけですでそこに新たに加わっていただく方ももちろん期待しておりますすでに自由民主党のの両院議員の 4分の1を超える減税勢力がこの場で皆さんの眼前で生まれたということができると思います少し経緯も含めてご説明しますともともと一番大きな領海の一致点というのは今回の世界恐慌につながるかもしれない未曽有の経済危機というものが私は信念を持って武漢熱と呼んでおりますけれども武漢熱クライシスから始まったんじゃなくて 世界の中で日本経済の得意な点は消費税を去年の10月1日に10%に上げたことによってもともと大きな景気の下降が始まっていたところに大きなダメージを受けているという点そこがまさしく一致するところでありますでお互いの立場でそれぞれ勉強を重ねながら現在の在り方を考えていたところに先週の木曜日に僕の隣の安藤洋未来勉強会の会長が 地顧問とともに私のところにおいでになりまして、そこでまず最初になぜ0%かという説明もいただきまして、私もいわば反論もいたしました、ー0%というと、消費税そのものを否定しているという誤解が生まれかねない、私たち自由民主党は、現在勢力であっても、消費税そのものの存在意義は守ろうとしていますから、ーまず0%にその懸念があるのではないか、それから0%にすると、 戻すときに一気に10%ということがすぐ頭に浮かびますから、あそれがあ戻したときのショックもあり、あるいはやがて例えば2年、3年先には1割に戻ってしまうという、う景気の冷やす効果があるんではないかということ、それから0%ということは当然、やがて税率を戻すということが前提になりますけれども、私たちの5%というのは、本来1割まで上げたことが間違いでありますから、あー5%を含めて、えー、より 景気に、ダメージの少ない税率に安定させるべきだという考え方を持ってますから、その考えを説明したところ、今、皆さんに安藤博さんがコンパクトに説明された、その説明を私もいただきました。で、その場で初めて、このいわば連携の話し合いに一気に進みまして、違いを話せば話すほど、いわば共通点がはっきり見えてまいります。 消費増税いいい消費減税の全否定ではなかったと思いますただし例えば即効性がないのじゃないかそれからもう一点全世代型社会保障改革の財源であるからそれを減らすことはできないという2点を挙げて当面の消費減税については否定的な考えを示されましたこれはここは私個人の受け止めあるいは安倍総理との議論を通じて考えていることは総理ご自身は 将来における、近未来における消費減税を全部否定されているとは思いません、しかし同時に自由民主党の中で、どうしてもこの増税を続けるという勢力は非常に強いのも事実でありますから、それを考えれば、小さい違いはあえて残したまま、小さい違いっていうか、本質的な違いありますけれども、それをあえて残したまま連携することが大事であって、その場で安藤博未来勉強会の会長から、減税勢力というキーワードが出まして、 私はそれを高く評価いたしまして、僭越ながら。でそれをキーワードとして、今日記者会見をして、皆様を通じて国民に訴えることにしたわけであります。で、私たちの提言は、3月17日に安倍総理と、これは岡田内閣官房長官を通じて安倍総理と、それから党の首脳陣、幹事長をはじめとする首脳陣にすべてもう渡してありますけれども、経済についてはポイントは3つです。シンプルに3つであって消費税は 5%に減税する、これで12.5兆円が必要となります、その財源が必要となります。それから、国民、全国民に1人当たり10万円の期,期限付き購買券を配布すること、これで13兆円の財源が必要となります。これは私のこちらの山田博守会幹事長からもともと出たアイデアでありますけれども、山田博幹事長の行政経験からして、現金も非常に好ましいけれども、期限付き購買券にした方が、 貯蓄に回る場合もなくて、えー、非常に景気に良い効果があるんではないかという提言がありまして、守る会で議論した結果、それを採用いたしました、それから経済については、中国に再び依存しない内需,内需主導型の経済基盤を再構築するために、特にサプライチェーンの国産化、そ,そして ASEAN アア諸国などへの分散、さらにはインバウンド頼み、インバウンド主体の経済体質の改善。 これを統合して、経済安全保障への新たな取り組みということを、守る会として重視しております、それ以外に同時に提言した、東京オリンピック・パラリンピックの中止をしない最善な形で開催する、すなわち延期ということは実はもう実現いたしました、そして守る会としては、今回、この新たな経済対策について、日米同盟を強めること、そしてこの武漢熱をめぐる 虚偽の留守に対して正しい情報を発信するために安倍総理自身がより直接国民に訴えかけていただくということも提言しております私からは以上ですはい、えー、了解から、えー、内容の説明をしていただきました、えー、以上の説明に対して、えー、質疑の時間を取らせていただきたいと思いますので えーまえー、メディアの皆さんからご質問がありましたらどうぞ挙手の上、えー、発言していただきたいと思いますちょっと一つ補足をしたいと思いますけれども、今の,あの消費税をゼロにしたら、次に上がるときに10%にすぐ戻るのではないかという疑問についてですけれども、まず我々はですは、ね、当分の間、これはゼロにするべきだということを提言しています。ここのののののの当分間間とといいいううはやはははやりこの世界恐慌あるいは日本のデフレというものが続く間はですね このゼロのまんまで維持をするべきだというふうに思っていますしこれから本当は我々はこれは景気条項をもう一度再復活をさせてですね景気が過熱する段階では消費税を上げるということを再び考えてもよいのではないかとしかし、それはいきなり自由に上げるのではなくてですねやはり税率については改めて考えた上でえの増税というものを考えるべきだとそういう考え方で今はこの当分ゼロということで提案をしている。 ここだけ復元をしておきたいというふうに思います,でいいですはい、はいえー、それではすみませんあのこの場ですけど今の考ええー、守る会としてもまあ代表の立場で申せば全面的に同意しますはいはい、それではメディアの皆さんからご質問があればあ所属とお名前をおおお言っていただいた上で発言をお願いしたいと思いますマイクを回しますので、えー、どうぞ挙手の方でお願いいたしますはいどうぞ nhk の谷井と申します。あの両会長にお聞きいたします。<laughs> あの、先ほど青山先生の方からご紹介ありましたように、安倍総理大臣記者会見で消費減税には否定的な考えを示されております。また、今日の午後にではね、今日の午後にはですね。党の方であの経済対策の提言、まとめる段階に来ております。今、この状況でまあ減税勢力結集という形で、こうしたあの減税の必要性を訴えることの意義について、どのようにお考えかお聞かせください。 あの今だからこそです、ね、これはしっかり訴えていかなきゃいけないと思っています。で安倍総理大臣もです、ね、これはあのー、先の会見では、少し否定的なニュアンスのこともおっしゃったかとも思いますけれども、しかしやはり我々は自由民主党として、国民の皆様に希望の持てるメッセージを出さなくてはいけませんし、総理の発言の中にもです、ね、今回の経済対策については、あ前例のない、強大な、 そして、国民に希望を持っていただける、そういうメッセージを出すということをおっしゃっておられます、そして今、漏れ伝わってくる党の対策では、ですね残念ながらその総理が発言をされた、その強大な国民の皆様に希望を持っていただけるような、そういうメッセージが入っているとは、とても我々は思えない。 だからこそ、これから3時から今日は党本部でこの会合が開かれますけれども、その前にです、ね、われわれはしっかりとこういう意思を持ってるんだということを皆様に表明した上えで、党の会議に臨みたい、その意味で今、現在、この会見を開かせていただいていると、そういうことでございますえっと今の谷記者の質問は、あ一番当然の質問だと思うんですよね。でまずあの今安藤さんの <laughs> おっしゃったにえことに無理に同調するわけじゃないですけど、全くその通りだと思うんですけどね、でその上で、さらに具体的に言いますとね、あの総理自身も今後10日ぐらいをかけて、つまり逆に言うと10日以内にさっさと新しい対策を組みたいとおっしゃってるわけですね、で例えば安藤さんの勉強会の提言の中にも、まあ、準備をして6月ぐらいから、消費減税って言葉もあるぐらいですから、したがって、 まあ、総理の会見というのはバランス取ってされますから、いろんな解釈ありえるにしてもです、ねあの、まずあえて申しておきますが、こういう記者会見するんであれば、あの会見すればいいんじゃなくて、例えば昨日の日曜日にも、私たちはあ例えば総理の意思を確認するために水面下で動いております、でその結果として申せるのは、あ当面、そのわずか10日以内に作る緊急経済対策、それを実行するための、とりあえず、 連休になる前に通さなきゃいけない補正予算については、この消費減税ということを入れなくても、議論を経て、党内のいわば増税派の方も、あるいは減税反対派の方もいらっしゃいますから、自由民主党らしく議論もして、国民にも問いかけ、学者有識,人の有識者の意見もお聞きして、その上で必要な準備が整えば、消費減税の可能性があるということを、これはあの、祭り事であって評論では、ないので 実際に感じているから、この減税勢力ということを、いわば旗揚げをしたわけです、でこれはあの多分僕もメディア出身ですけど、抵抗勢力というような言葉はを使われると思いますがあ、正直違います、そうじゃなくて、むしろ本当はあ消費税についても柔軟な考えをお持ちの安倍総理のお背中を押すという意味の減税、えー、勢力であります。でしたがって えー、今,日今、日今谷記者もおっしゃった通り、今日の午後3時から、党でまず平場の議論が行われますけれども、それまでに、えー、例えば今あ、財務省との関連からしても、どうしようかなと考えている議員もたくさんいるというのを知ってますから、その背中も押すということで、今日この午前の会見をしたわけです。したがっっって、あのー、安倍総理がおっしゃったことと 根本的な乖離どうにもならないのに一生懸命抵抗してるってこととは全く違うと乖離があるということではないと考えていますよろしいですかはい、はい、他にいかがですかはいどうぞ三原の奥原ですお疲れ様ですと。 今後の運びなんですけれども、えー、この声明はなんかあの幹事長らに届けられたりとかされるんでしょうかということと、あとまあ党内では、この消費減税に関しては、前盛型社会保障改革などを行っている、まあ、そのまあ大きな財源となっているという中で、否定的な声もありますけれども、それに対する反論をお願いします。 はいい、えー、ありがとうございますあの提出についてはもちろんする方向で考えています、それからこの財源についてはです、ね、わ、え、れ、ー、我々のこの基本的な考え方、あるいはこの色づりのところも見ていただいてもいい,い,いんです色づりのところのこの4番見てもらいましょうかね、4番見ていただければいいと思いますが、消費減税でいろんな財源がなくなるんではないか、教育無償化や社会保障ができなくな,なるんではないかという疑問がありますけれども、不足財源はあ今は、 当面国債で賄うので、今まで国民に約束していたことは、すべて実行できると考えています、そして、これ、3番、1番、2番、3番とも絡んできますけれども、特に3番を見ていただきたいと思いますが、特にですね、3番じゃない方がいいのか、そうですね、2>, 2番。はい2番 まあ2番もそうですし国債が増えれば破綻するのでのではないかという疑問に関しては財務省の公式文書でですね日米など先進国の自国通過立て国債のデフ,デフォルトつまり債務不履行は考えられないということが財務省のホームページでも明言をされています円建てである限り国債が破綻することはありえませんまちなみにギリシャとかアルゼンチンは破綻してあるのではないかということがよく言われますけれどもギリシャもアルゼンチンも外側立ての国債が破綻をしております ので日本の国債の破綻はありえないということになります。それから、ですね、えー、ちょっと詳しく書くと、ですね、えー、こ,のこの私どもの配っている1枚のペラ紙の裏の方のですね一番上に、消費税をゼロにしたら国財源はどうなるのかと、今年、国民負担が増えるのではないかという疑念に対して、えー、説明しています。で結局、えー、このまずデフレ 不景気、デフレというものがですね税収を非常に下げています、法人税収も所得税も収も伸びません、したがって、まず将来の財源を確保するためには、デフレ脱却が何よりも必要です、でデフレ脱却をしていけば、法人税収も所得税収も伸びていきますから、あ日本の財政は自然にいい健全化をしていきます。 デフレのまんまで財政健全化を図ろうとしても、これは相当難しい、もうこれはずっとこの日本の国はそれに挑み続けて、うまくいっていないということは、もうほぼ証明されているわけですね。ししたががっててこれは総理発発言言いる発言あの 内容とも一致するんですけれども、やはり経済再生なくして、財政再建なしなわけです、したがって、ここで社会保障の財源のために消費税うんぬんという話は、ですね結局、財政再建のためには、財,財政再建のためにも、経済の再生が必要なので、まずそこをやった後に、ですねこの経済、財政の健全化ということは議論していくべきだと、我々私たちはそのように考えています。 はいあの先ほど申しました通り、この財源、えとても大事な質問ですけれど財源についてもお、この勉強会、未来勉強会と守る会の考えが基本的に共通するので、今日こういう会見もできているわけですね、でその上で、ですね今の、たった今の世界の情勢をよく客観的に見ていただきたいなと思うんですけれども、お合衆国の220兆円をはじめとして、まあ、 この武漢熱クライシスが始まるまでは、とても考えられないボリュームの経済対策が一気に世界中で出てるわけですけれども、どこの国でも全部基本的に財源は国債にならざるを得ません、どこの国にも、じゃあ、その新しい経済対策を増税でやろうとするところは、これもう笑ってしまう話であって、絶対ありえないわけですよね。そうすると、税と国債との関係っていうのが、この武漢熱クライシス。 日本は消費増税から始まりましたが、世界もかなり危機的状況はもともとあった面もあるけれども、武漢熱クライシスでいわば、みんなが同じスタートラインに立ったのに近いです。国債に対する考え方も世界ですでに変わっていますから、日本が赤字国債を財源として社会保障や、あるいは教育の無償化に充てたとしても、それがずっと学者の方々がおっしゃってたような、あるいは住民の中にも、財務省にも意見がある、日本の信任が下がって、 えー、それが大変なことを引き起こすというストーリーは、すでにこの現下の世界を見れば崩れているというのが、真っ当な見方だろうと思います、したがって財源については、あこの未来勉強会の中に買い替えという葉もありますけどそういう技術的なことも十分に検討しながら、基本的にはあ国債に対する考え方をお、世界と歩調を合わせて、中でもお合衆国とおーよくすり合わせをした上で、 国債を発行するということで私たちは意見が一致しております以上ですえっとまずう総理ですが総理は直接総理のお渡しするか官房副長官を続いてお渡しするかそれはまだあ交渉中ですそれから党については、えー、幹事長と参議院の幹事長と政調会長と参議院の政審会長この四者になるとお あ、ごめんなさい。えー、それと政調会長ですね。今。ーーーはい。はい。えー、今まで通りになると思います。はい。もちろん本日です。はい。記者会見して、その後日を置いてってわけにいかないですね。はい。はい、他にございますか。はい、どうぞ。えー、週刊限内の小川と申します。えー、と、まあ、新型コロナの情勢というのは、まあ、より深刻化していると思うんですけども、まあ、その。 えまあ情勢というのはまあど,のどのようにあの捉えていらっしゃるか、経済対策もですねまあえ当社も40兆と50兆円規模で考えられている提言を出されていますけれども、そのぐらいでいいのかということを、アメリカはじめまあ世界各国はもっとえ非常にもっと大きな規模感で捉えているようにえ思えて、日本政府、与党のえ対応というのがちょっとあの不安に持っている国民も多いかと思うんですけれども、その辺について。 お,しお考えええを教えてください、はい、はい、ありがとうございますっ、えー、とおっしゃる通りで、ですねどんどんこのコロナのショックというものは拡大をしているというふうに認識をしています、そして、あのこの色づりの紙に、ですね我々の提言はもともと30兆円規模の補正予算を編成するということを提言をしておったわけですけれども、この色づりのの左側に、ね、50兆規模となってます。 あのー、もう30兆じゃ足りないなと、もう50兆ぐらいいるだろうというふうに我々思ってます、ただ、50兆でもです、ねえー、もしかしたらもう足りないぐらいになってるかもしれないと思ってます、でこの消費税の減税で二十数兆円出ます、ゼロにすることで二十数兆円の財政の拡大が必要になりますし、それから今、あもうありとあらゆる業種があ営業がままならなくなって、 えー、まさに倒産廃業の危機に直面をしている企業ももう激増しています。もう全日空ですらですね、えー、もう資金繰りがま守らないという状況になっていますから、もう規模に問わず業種を問わずですね。ありとあらゆる。 企業にこの波が襲ってきているそしてこの減収保障この粗利保障というものをですね十分にやっていかないとこれ倒産が続出すると当然失業者が激増することになってまいりますまあ激増失業者が増えてくるとこれ直接 自殺率に直結をしていきますので、えー、コロナで亡くなる方よりも、こういった経済的な理由で亡くなる方の方が多くなっていく、そういう恐れが私は非常に強くなってきていると思っています。 とにかく今、まん延を抑えるために休んでください。そういうことを政府から要請をしているわけですから、この休業保障、お事業者に対してはあらり保障、これを十分にすることが、まず喫緊の課題だと思いますで。そしてこのための予算はですね、もうあ、糸目をつかないと。 もう上限もうとにかく青天井でこの予算はつけるから安心して休んでくれそういうメッセージをですね今回必ず出していかなきゃいけないというふうに思っていますもうこの予算の規模についてはですねこれあの総理も昨日おとといですかの記者会見でもおっしゃっておられた通りこの危機がいつ終わるか誰にもわからないという状況ですからじゃあ予算いくらかかるのかこれも今ここで明言するのは私不可能だと思いますしまず我々がメッセージ出すのはとにかく 皆さんの生活は政府が必ず守るから安心してくれと、そういうメッセージを出すことが何よりも大事だと、そのように思っています今のアンドア先生の、えー、申したとおりでありま私あの、2月から日本の未来を考える勉強会の顧問を務めさせていただいた木内と申しますが、一つ大事なポイントはです、ね、アメリカ、あるいはヨーロッパ、特にドイツですね、そういった国がどれだけ大きな規模の 経済対策をすること非常に重要ですと申しますのは皆さん考えてみて分かると思いますけどジャブジャブお金を配ると流動性が高まりますそうすると当然為替レートに大きな影響が及びます当然日本がちまちましたことをするとヨーロッパあるいはアメリカではです、ね、どんどんお金が回っているわけですから為替レートが円高になるわけです。まあ、日本はもちろん 内主導韓国と違って、輸出主導型ではなくて内需主導型ですが、それにしても、輸出産業が大打撃を被るということは、これは当たり前の話であります、ですから、私はドイツに10年おりましたけれども、あのドイツが1920年内、ハイパーインフレで苦しんで、超世界一財政規律主義を重んじるドイツですら、この財政規律を一旦解除するという。 ことをやったという意味の大きさをぜひ理解していただきたいと思いますえっと、今の週刊現代さんのご質問は2つあったと思うんですね、1つはこのウイルスの異常な拡散状況をどうするのかということと、それからあこの経済対策の規模の問題ですよね。でまず1つ目のことにお答えすれば えー、府私はテロや感染症を含む国家危機管理の実務を22年間やってきまして、今も国会議員と同時にそれを続けています、でこの一番の答えについては、その専門家の全く端っくれですけれどその立場からお答えしようと思います、それで、えー、現在はあのー、このウイルスが飛沫感染するという特徴はもう間違いがないんで。 えー、ロックダウンも含めた、この閉じこもり型で抑えようとしてるわけですよね、でも、お近い、ごく近い未来に、まずワクチンを作らないといけません、でこの部屋全体が感染してるとしたら、そこから部屋から出ていくのを防ぐのは、ロックダウンでは実はできないんです、人間の活動を全部抑えることできないので、この部屋の周りにいる人全員にワクチンを投与して、そこで拡大を防ぐしかないんです。で ワクチンを作るっていうのは、あの世界が協力して、今、日本のメディカルも協力してやってますから、今までは最低1年と言われてました、でも、そのワクチンっていうのは、やっぱりあの試験をしなきゃいけないので、やっぱり1年弱はかかると思いますよねで、そのまでに、とりあえず効く薬を今あ、いろんなウイルスの治療薬を統合してやろうとしてるわけですけれども、その方向は間違ってないんですが、根本的には、 元々どこから始まったバイラスかウイルスかということを解明しないといけないです、えー、武漢についてアメリカの CDC が調査の申し込みを何度もしてそれを中国が断りました、えー、これは自由民主党の対策本部で厚労省外務省から実は回答がありましたいわば正式に回答があったわけで、えー、その後 WHO の調査団入りましたけれどもこう記者会見ではっきり申しますが今の WHO はあ テドロス事務局長の個人の問題ではなくて、えー、マーガレット・チャン事務局長、中国が送り込んで、10年半、いわば支配体制を作りましたから、非常に中国に対して物が言いにくい状況になってて、その調査団が入りましたけれども、じゃあ、去年の11月から始ま,ったさ始まったとされるこの感染が、何なのかってことは、全然解明の気配がないわけです。従って CDC もも含め、えー、日本も含めめ日本 日本の研究者も含め、それから西側諸国を大量に含めて、国際調査団をもう一度作って、えー、武漢の中に入らないといけないです。中でも、ーマーケットだけではなくて、1956年創立の中国科学院武漢平等研究所がありますから、その中にどうしても入れていただいて、もともとはやはりコウモリ由来じゃないかというふうに、専門家の中では今、言われてますけれども、それがどうしてこのような、あ 不可思議な変わり方をしたのか、そこに人の手が入ってないのかってことも含めて、解明しないと最終的には本当のワクチン、本当の治療薬はできませんから、これを進めるには、中国を敵にするだけではなくて、どうしても国際連携が必要であって、例えばトランプさんの動きも単にビジネスの動きとは思っていません。日本もアメリカと中国の間に立立っっててきた立場をししかり活用して えー、このもともとの去年11月からと言われる発生源を確認しないといけないと思ってます。えー、とりあえず以上です。いいですか、はい。はい。他にございますか。発行されたかと。あとなぜですね。こ、えー、この後にを読んでその減税に非常に慎重でいらっしゃるのか。どどういうふうに推察されているのか。そこお願い。どうぞもう。難しいです。 あのまあ、おっしゃる通りで,です、ね、えー、増税には割と躊躇をされたと思います、ただ、この増税というものは、これ、歴史的に3党合意で、いつかやらなきゃいけないということがあったと思うんですね、したがって、これはやらざるを得ないという流れの中で、やるという決断をされたのかなというふうに思っています。 まあ今これからあ今どうお考えかというのは、まあいろいろなお考えがあると思いますので、多分青山先生の方がよくよくご存知のような気がいたします。ので青山先生譲りたいと思います。えっと、これも実は大事な質問だと思います。一国の指導者がどう考えているかっていうのは、とっても基本的なことですからね。で、ただ、その今から申し上げる。僕のお答えっていうのは、これはあの守る会の代表じゃなくて。 減税勢力の両代表ではなくて、あくまで今、安藤さんがおっしゃったとおり、個人的な見方です。まずあの、好き嫌いでいうのは、できればあやめたいなと思うんですよね。消費税が好きとか嫌いとかいうことじゃなくて、あの消費税が好きだったら逆におかしいんじゃないでしょうか。というのは、誰が見ても分かるように、所得の少ない方や社会的弱者についても、軽減税率が相当あったとしても、日本の現状では、 生活必需品を買うにあたっても、消費税を取られるという現実があるわけですから、僕はあの議員になってまだ3年半ですから、それまでずっと世界を歩いてきましたが、例えば北欧諸国の消費税と、まあ、付加価値税と、全然違いますよね、軽減税率に対する考え方、仕組みが違います、どうしても弱者に大きな負担になってしまって、富裕層についてはあまり気にならない、8から10に上がっても気にならない富裕層の方が多いってことを考えれば、好きとか嫌いじゃなくて、民をずっと大事にしてきた、 古来から仁徳天皇の民の鎌田があるようにずっと大事にしてきた日本として、消費税というのは、実は西欧型の考え方かもしれない、日本と違うんじゃないかというのは、もともと国史でいらっしゃる安倍総理としては、もう一回言います、好き嫌いではなくて、相当慎重に考えたいというのは、おっしゃる通りだと思います。で、今のご質問、最後に、この後年をで何を迷うのかということですけれども、それは一つには、去年の10月1日に安藤さんや府庁私たちが強く反対したにもかかわらず、 政治責任を持って、えー、決行したわけですよねで、それについてすぐ変えると、あのリーマン・ショック級がなければと言ってたのが、リーマン・ショック超えるじゃないかっていう理屈ですぐ変えるっていうのは、一国の指導者として、それはむしろおかしいんじゃないかっていう、まずそれが、あこれはあの勝手に僕は推測するだけですけれども、指導者としての安倍総理の胸の中にあると思います。でしたがって、先ほど、抵抗勢力じゃなくて減税勢力というのは背中を押すんだと申し上げたのは、 そういうことも含めて申し上げてるんであって、最後はあ総理が総理である限りはあ自分で決断されることでありまして、えー、その決断に私たちは大きな期待を寄せているということです。はい、はい、どうぞ。すみません、えっと時事通信の平野です。あの経済対策のあのえっと50兆円の規模というところですけれど、これはあの確認ですがあの事業規模ではなくてえっとあくまでまみずというかあの国費で50兆円ということよろしいでしょうか。はいはい いいはいそのとおりです、もう事業規模ではなくて、えー、国が金を出す金額が50兆であるということですあとすみません、もう一点なんですけれど今日のこのこの、えっと、緊急提言ですけれど先ほど青山先生、100人以上というふうにおっしゃってましたけれど、えっと具体的にその賛同している方、えっと、何人という細かい数字はあるのでしょうか。はい、えっっとででですすすねここれはあ,あなたは反,反対ですかか賛成ですかっていうこの、うん 村から,らつかんで聞くようなこと自体が、おそらく未来勉強会もそうだと思うんですが、まずあの僕は代表の守る会は全然とそういう体質がないです、議論全く自由で、最後は自由民主党の部会と似てますけれども、自由民主党に似せないようにし,してるんですけど、最後はやっぱり一任していただかないと、みんな一国一条の主なんで、議論が終わらないです、したがって、まあ、はっきり言ってぼんやり、あの悪い意味じゃなくて、大まかに見るしかないです。ただし 例えば、守る会の執行部の中に、個人名出しませんけれども、当初から私は増税派ですとおっしゃってた衆議院議員もいらっしゃって、例えばその方には昨日僕は電話をして、ゆっくり話し合いをして、その増減税反対の立場は変えていただらなくて結構だけれども、しかし、この守る会の,この今回の提言と、それすでに了承してるわけですけど、それに加えて減税勢力を、安藤さん命名の減税勢力を勉強、未来勉強会と一緒に作ることについても、 一任してください、賛成していただけますかとお聞きしましたら、電話ですけれども、地元にいらっしゃった代議士が賛成しますとおっしゃいました。だからそういうのをどんどん入れると、結局110何人になるんですよ。でもそういう考え方しないであの、丁寧に見ていくと、100人超えてることだけは間違いがないです。それから別に減税勢力っていうのは、新党立ち上げじゃないので、それは誤解しないでくださいね。あくまでで住民人を内部かからら変えるための作業ですからそこにいろんな方が 今までの立場の違いを乗り越えて、財務省に根回しをされている方でも乗っかれるようにするのが私たちの本意ですから、大まかに100人と、100人以上と申し上げたのは、そのまんま申し上げたわけです。あとすみません、ちょっとさっき、週刊現代の方のご質問で、あの2つ質問があって、2つ目は規模ですねって言って、答えるのを忘れてたんですけど、あのご質問された背景にはですね、あの政府の側から60兆って話も漏れ聞こえるようになりましたよね。で 政府の方もなんんか膨らででるわけですただそこで危惧しているのは、規模の、さっきあの真水の質問もありましたけどね、いろんなものを乗っけて、政府支出をなるべく財務省の思惑どおり、これ今、僕の責任で申しましたよ、財務省の思惑どおり、政府支出をなるべく下げて、見かけを大きくしようとする動きには反対なんですよ。だから何十兆だからいいと、さっきアメリカの220兆を申したけれども、そこは僕ら実は懸念するところです。あの真水という議論も含めて実際に効果のある 政府が責任を持って支持するというところが大事なので、実は何十兆というのはまあさ、さほど少なくとも守る会は重視はしてないです。ただ一応、35兆から40兆っていったのは、あの積み上げて、だからさっきあの、冒頭の説明のところで、消費増税や消費減税については12.5兆円ですというふうに、こちらで計算した数字があるんで、それを積み上げて、35兆から40兆と申しました。もう一度申します、あの規模の話だけが、どうしても見出しに取りやすいけど、それに流されないことが大事です。 実際に日本経済と国民を救わなきゃいけませんから、はい、ご理解いただければ他にございますか。よろしいですか、質問がないようでしたら、あ以上をもちまして、えー、記者会見終了いたしますが、先生方の方からよろしいですか、補足含めてあの。補足いただく前に、多分安藤さんと僕との共通認識で、あのこの後いろいろ追加の質問とかありましたら、いつでも。 あのお受けしますので、どうぞ、はい、ちょっと一つだけ、はい、ちょっとあの一つ補足をしたいと思いますが、この消費税の減税ですけどね。えー 2、まあ、つ言いたいと思いますけれどもやはり低所得者の方に対して非常に効果が高いということですというのは,あや,はやはり所得の少ない方は消費性能が高いので例えば年収200万の人は200万ほぼほぼ全部使ってますそうするとその方には、まあ、1割ですから20万円の現金を渡すのと同じ効果がある。 じゃあ例えば年収1000万の人に100万円渡すのと同じ効果があるかといったらそうではないですよね。1000万の人だったら全額は使わないですからその消費をする額に応じての減税の恩恵が受けられるということになりますからやはりこの消費税はずっと逆姿性が高いということを批判されてきましたが減税することによってそれが逆の効果になるので所得の少ない方の方がより大きな比率的にです、ね、金額的にはなくて比率的に大きな恩恵 を受けることができるということ。まあ、これは強調しておきたいと思います。それともう一つがですね。これ、中小企業に対しても利益があるということなんですね。これどういうことかというと、消費税は？ 預かり金的性格を持つ税ですということがよく説明をされますこれはあ財務省とかはそういう説明をするわけですけれどもどういうことかっていうと売り値に消費税分乗っけて売っていてで納税する時にはその乗っけた消費税分を納税するんだから事業者には何も影響がない事業者の損益には何も影響がないはずだというのが理論的な説明ですけれども実際は違います。 実際は消費税分を全額事業者は乗っけることができていませんということは事業者は特に中小企業の方は利益を削って消費税を納税していますそうやってる事業者がものすごく多いしたがってこれ消費税をゼロにすることによってそういう自分自らの身を削って納税している中小企業の皆様方に利益をお戻しすることができるんですね したがって、このコロナショックで相当経済的にも疲弊をしている日本経済、日本の企業をの業績を回復をさせるためにも、ですねこの消費減税というのは非常に効果がある、そのことも強く申し上げておきたいと思います。以上ででです、はい、それではよろしいでしいょうか はいそれでは以上をもちまして本日の記者会見終了とさせていただきますまた何かご質問がありましたら個別にお聞きをいただければと思います非常に今日は長時間にわたりまして皆様方には誠にありがとうございました以上をもって終了いたしますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました